青森市営野球場は青森県青森市の中心市街地から東の合伏公園内にある野球場。愛称合伏公園スタジアム。施設は青森市が所有し、スポーツネット青森が指定管理者として運営管理を行っている。2020年より大新ベースボールスタジアムの命名権を取得。青森市内には1933年。 青森市神殿に建てられた青森野球場があった。その地には後に青森野球場跡の日が設置された。戦後、市内学歩にあった旧、青森県立青森中学校が移転したのに伴い、その跡地に市営球場が新設されることとなり、1950年に完成した。以後、高校野球など、 アマチュア野球の公式戦が行われており、プロ野球公式戦も開催されている。老朽化が進んでいたが2000年に全面改修され、スコアボードが電光化されるなどし、6月16日に教用を再開。同時に一般公募により、愛称、合歩公演スタジアムが付与された。改修以降は、青森県営野球場に代わって、 全国高等学校野球選手権青森大会の開会式、閉会式と準々決勝以降の主要試合が行われるメイン会場となっていた。しかし2017年からの準々決勝以降の試合及び閉会式はプロ野球1軍戦が開催できるよう改修された広崎市運動公園野球場で行われるようになっている。巨人軍五戦勝の記憶、読売新聞社、 ベースボールマガジン社2007年 ISBN 9兆7845億8310万 296P22 石ころがゴロゴロしていると改装されているなお球場名が青森県営と表記されているが青森県営野球場は1967年に同志安田で開場したものであるため誤りであるありがとうございます